揮してた？前回の九鶏派探偵団からもう1年も経ってしまったから、私のことを忘れちゃったかな。忘れていた人も覚えてくれていた人も一つよろしくお願いします。さて今回は装いも新たにビデオシングルディスクで皆さんに素敵なプレゼントをしたいと思います。名付けてメグピンのテレビ CM 探偵団。コナミの数々のテレビ CM の中からよりすぐった名作7本をお届けします。では後ほど。明けましておめでとうございます。お正月名物ゴエモンシリーズ第3弾。今年はなんとゴエモン流ギャグ連発式 RPG ハニコンカセット頑張れゴエモン外伝好評発売中。ハニコンはじめはゴエモンデイ。コナミ、コナミゲームボーイソフト。ゲームボーイに元祖コミカルシューティング登場、ツインビーダー。オリジナル版で10月12日発売。コナミ。スケールスピード時速800キロ、緻密なマシンセッティング、ミニ四駆の世界をファミコンでリアルにシミュレーション。ファミコンカセットレーサーミニ四駆ジャパンカップ好評発売中。コナミ。ファミコンカセットツインビー3ボコボコ大魔王好評発売中。コナミ。そして神の国が戦場になった。千年王国 RPG 超大作コナミのマダラ。コナミ。二層艦の業務隊の二層艦の本当の体やだ、ついてく。驚異の4メガ VRC6 が生んだコナミ初の本格 RPG 毛量戦記マダラ。3月30日接近。コナミ。いかがでした？こうして見てみるとお笑いありシリアスありと本当にいろんなタイプの CM があるんですね。では最後に今一番話題のこの CM でお別れしたいと思います。皆さんさようなら。スペシャル僕ドラキュラ君、ファミコンソフトでもうすぐ発売。コナミ。